BTU アニメラボでしょ。はい、バッタモカイです。小林ひろゆきです。ブライマツイです。バッタモ山下です。お願いします。バッタモカイの今週注目アニメはこちらです。スタートゥインクルプリカです。トゥインクル初めて最初の方言ってましたね。フワちゃん好きっていうのを話してましたぐらいの時に。フワ、かわいいフワ。かわいいフワ。かわいいフワ。いまだにかわいく。かわいいフワ。なんかすごい話すようになったって話を聞きましたけど、今はどんなことやってるんですか。最初はツンツンしてた子はね、一番。最初はなんかあんまり喋んないけど、たまにすげえ喋るから、びっくりしてたんだけど、今は割と喋る。なんか、元気ないフワとか。あ、もう会話ができるようになってきたんだ。へぇ。そう。で、まあ、でもフワの可愛さは保っている。で、まあ、とりあえずその、もともと発表されてた4人のプリキュアがいるじゃないですか。それはもう、スムーズに成立して。で、入りそうな人いっぱいいたもんな。そうだ、なんかそろそろ宇宙に行くかもみたいな話をしてて。はい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 。で、宇宙に行ったら大丈夫かな、私みたいな話をちょっとしてたんですよね。宇宙苦手なんで。スタートインクルプリキュアのいいところは、今日はこの星でーすみたいなとこから。着いた宇宙飛ばしました。いいね。移動は旅ロケ。旅ロケ。シャッてやったら、パッてその星つくみたいな。日常編と宇宙編があって、なんかその、毎回なんか違うのよ、その、ワーごとにね。今日は地球編かみたいな、今日は異世界かみたいな、なんかいきなりなんとかせーでーって始まるから、なんか別になんか日常と変わらずみたいな、今こういう条件でやってまいりますって、ここはただの異文化だもんね。ただの異文化、旅番組みたいな感じでいいですね。そうだね、海外行きたぐらいの。だから宇宙アレルギーの私でも見てられるんだけど、で、まあなんか先週ね、そのまあ宇宙編が宇宙編だったんだけど、なんかそのオークションをやる会場みたいなのについて、でそこで出てきた大金持ちのドラムスってやつがいるんだけど、でドラムスがまあそこのオークションを楽しむぞみたいな感じで、でなんかその宇宙アイドルみたいなのがいて、宇宙アイドルの真央ちゃんっていう可愛い子がいるんだけど、その宇宙アイドルをドラムスはなんかそのなんか喋らせてオークションに行くぞみたいなところにプリキュアが出くわすのよ。で、あ、オークションなんかこの中にあのペンがありそうみたいな、その星座のペンを集めてるんだけどね、プリキュアたちは。ペンがありそうって、オークション会場にありそうってなって、オークション会場に入りたい、どうしようみたいな、でもお金がないみたいになって入るのもね。で、まあそのなぜか真央ちゃんがこの子たちも入れてあげてって、なぜか完全に初対面なのに。そう、なんかへえ、なんだろうね。で、なんかまあドラムスも、まあ、別に金に糸目はつけないから、うん、まあ真央ちゃんがそう言うならいっか入れよみたいな感じで一緒に入れてあげるの、うん、でその、まあ、オークションが始まって、でその全部ねドラムスが買い占めちゃうのよ。もう大金持ちすぎて、 あれ欲しい、あれ欲しいって言ったらもうすごい高い額で買えちゃうんだ。でそのペンが、うん、お、本当に出てきた。そう、出てきた時に、うん、そのまあドラムスが買い取るしかない感じになってるんですけど、どうしてもプリキュアはそれが欲しいと、うん、どうしようと思って考えて、みんなお金はないし、うん、どうしようってなって、たまたまねドーナツを持ってたの。うん、たくさんの日本の地球の地球から持ってきた、地球のやつ美味しいっていう、地球からのやつは持ってきてたから。プルンスっていうそのララちゃんについてるプルンスっていう宇宙人がいるんだけど、マスコット的な、その子がその真央ちゃんの大ファンで、で真央ちゃんにあげたいからっていうので地球から買ってきたドーナツがあったので、それを使ってかぐやさんっていうね、その耳麗しくてあのお勉強ができるタイプの家具屋さんが、あのこれは地球の食べ物ですみたいな、もうこの価値はおいくらでしょうかみたいな感じで、なんかそしたら宇宙の美食家みたいなのが出てきて、めちゃめちゃ美味しいから、これ1個10億だったかな、なんか鑑定結果がすごい、そう鑑定結果がすごいことになって、そのドーナツとドラムスの戦いになった。ドーナツとドラムスで、
まあ、そのキックカグヤさんが、うん、その買って、はい、で、ペンをね、うん、まあ、かぐやさんのお父さんもそういうオークションとかに参加したことがあって、うん、それにかぐやさんもついてってて、うん、なんかそのやり取りが勝ちの条件が分かっているみたいな感じで、うん、なんかその堂々と勝負をして勝つんだけど、うん、で、やったーペンが手に入ったみたいなところで、はい、まあ、そのペンがね、いつも通り盗まれるわけよ、お決まりのパターン。なんだっておい、せっかく手に入れたのによ。でもロケット弾が来るのかもしれない。ペンだけじゃなくて、うん、そのドラムスが買ったお宝も全部盗まれてるね。ごと引かれたのか。で、あれなんでだってなったら、そのマオちゃんっていう宇宙アイドルの正体は、宇宙怪盗ブルーキャットだったの。宇宙怪盗ブルーキャット、そう、宇宙怪盗ブルーキャットってやつが、まあ、ちょっと前に出てて、そいつがまた出てきて、うん、で、ブルーキャットがマオちゃんのなんかその世を忍ぶ仮の姿として生きてて、で、まあそのお宝盗みに来たんだみたいな感じで、プリキュアともだから面識があるわけよ、はい、あと、で、そこでプリキュアはあーみたいになるんだけど、はい、プルンスだけがへっってなって、まあそのオタとしてはそうだね、その時のプルンスの顔がすげえ切ないから、ぜひ見てほしい。うわぁ、裏切られたって、推しが結婚しましたみたいな、あのプルンスの顔すげえ切ないから、超見てほしいんだけど、悲しいんだなぁ。で、まあそういうなんか感じの話があって、で、まあ今週ね、その今週の話忘れちゃったよ。プルンスの顔で、なるほど、ね、顔に聞い取られて、これがあくまで先週ですから、ね、まだ宇宙先々週だった、しかも、ああ、はいはい、ペンが取られ、そこが先々週で、なんか取り返さなきゃね、いけないって話でしょ、うんうん、ね、そうなの。あ、でもペンは取り返したんだよ、あ、もうその回で、はい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 、で、今週はその今度またそのブルーキャットに今度呼び出されて、うん、宇宙編でね、ブルーキャットの話が続いてるんだ、ね、そうで、ブルーキャットに呼び出されて、うん、なんだろうみたいな感じになったら、うん、そのドラムスのね、うん、家に一本スターライトペンがあるから、うん、私は他のお宝が欲しいと、うん、あんたたちはあのペンが欲しいんでしょ、うん、協力しないってなる、うん、おお、悪人とね、協力をね、まあ、でプリキュア側はなんかその悪だから、まあね、一緒にやりたくないって、うんうん、でもペンが欲しいってなりますよ、そう、はい、でペンが欲しいってなるんだけど、でドラムスもドラムスで一回お宝を取られているから、うん、どっちも悪なわけよ、そのプリキュアもブルーキャンドも悪なわけよ、それも嫌いも、そうですね、うん、ドラムスにとっては、はいはいはい、そうか、グヌヌってなってるわけよ、うん、でそのドラムスの屋敷がまあそのなんかなんていうの、建物がね、はい、あのほら忍者屋敷みたいな感じでさ、いろんな罠が仕掛けて、はい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 、泥棒に入られてもみたいなセキュリティがいっぱい、まあ、出てきそうだな、で一個こう部屋に閉じ込められて、うん、なんかその頭の上にちょっとでも立ち上がるとなんかそのピュン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 ってその、はいはい、攻撃をしてくる、うん、センサー的なものが入ります、そう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 、なんかイメージできますね、でなんかそれをなんか避けないと出れないみたいな感じの、はい、でそれをなんかソレイユに走らさせて、あ、それをその間にブルーキャットが上のその攻撃してくるセンサーを壊すっていう、なるほど、ね、な結果なんとなく共闘して、はい、そのお屋敷の中をこういろいろと移動していくうちに、うん、なんとなく共闘する感じになっちゃったのよ、はい、その主人公のヒカルちゃんが転んじゃって、あ、もうダメだってなった時にブルーキャットが助けてくれたりとかして、なんで助けてくれたのみたいな感じでお互いになって、うん、じゃ別に助けてないしみたいな感じで、うん、いがみ合いながら、そうそうそう、プルンスだけが怒ってるの。まだずっと怒ってる、悲しみの次のステップ行ってる、怒りになっちゃう、ずっと騙してたプルンスみたいな、はい、あ、やっぱそっちになんだ、オタは、そうそうそう、迷惑かいだな、でも許さない許さない許さないって言って、まあ、ずっとプルンスだけは怒ってるんだけど、で、まあそのなんか一番やべえケルベロスみたいなさ、なんか 犬のドラゴン版みたいなのが出てきて、番犬みたいな、そう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 、ハンターハンターで読みけみたいなやつが出てきて、そいつらはなんかそのドラムスの手下ですらも恐れているみたいな感じの、言うこと聞かねえやべえやつら、そうで、ところに閉じ込められちゃったのね、いや、もうやばい、
絶対ダメだみたいな、うん、でプリキュアの子たちも変身はしてないわけよ、その共闘はしないって言ってる、はいはいはい、でブルーキャットはブルーキャットでそろそろやばいから変身した方がいいんじゃないのみたいな煽ってくる、強い敵出てきたけど、そうなるんだけど、そこをヒカルちゃんが、すごいキラヤバー、わよよよよよってやったら飼い鳴らしちゃった、ジョージアリがやった、ミケをね、動物に好かれるタイプだったミケとは違ったね、ミケをね飼い鳴らしちゃった、飼い鳴らした、すごい、ゴールでもできないのに、そうね、そのパターン、大丈夫ですか、よかった、じゃあもうそういう才能がね動物に好かれるんだ、そう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 、で結局まあなんかめでたしめでたしみたいになりそうな感じのところでね、うん、そのまあその飼い鳴らしちゃったから結局ドラムスともなんか戦えてみたいな感じで勝って手に入れそうみたいになった時にまたあの宇宙のあノットレイダーがね、あー本来の敵である、本編で本当に敵である、あ、はい、女怪盗と戦うプリキュアじゃなかった、敵変わったのかと思った本来のノットレイダーが現れてノットレイダーだ、でまあ結局戦って倒して、うん、ペンは手に入れて、うんうん、なんかお牛さん戻るみたいな、なんかその星座のね、はい、姫が囚われた姫のね12本のペンを集めてるんだけど、その星座に戻る時にフワがなんかちょっとその星座っぽくこうなんか顔変えて、はい、戻るフワーって戻ってくるんだけど、まあそれが解除というかやり方の、そうなんか変形すんの、なんかその動物にそれはね、あんま可愛くない可愛いのだと思った、可愛くないまあそんな感じで戻って、まあ、でドラムスもドラムスで、別にこのペンを持ってたらそのノットレーダーが来るってことだろうこの後も感じで、だからそんなペンいらないよっていうのをあげるっていうので、で無事ペンもプリキュアもらって、はいはい、ちょっと悪事はしてないと、そうでいただいたブルーキャットもブルーキャットで、盗んだ方あのお宝は、まあ、貧しい子供たちにね、はい、こう配ってるっていうか、そのお金にしてね、あ、うん、げてるんだっていうので、うん、なんかブルーキャットも悪いやつじゃないんだみたいな感じでプリキュアもちょっと意識が変わるわけ、うん、でもブルーキャットはもう悪ぶりたいから悪ぶりてるから、そう悪ぶりたいの、いい人にはなりたくないから、うん、私は怪盗だからね、まあ、ね、確かに、うん、でもプリキュアはプリキュアでなんかそれでいいのみたいな感じで、うん、なんかちょっとブルーキャットになんかこっち側来いよみたいな感じの雰囲気を、ブルーキャットもなんかちょっといいなみたいな、横顔そういう感じなんじゃないのみたいな描写もありつつ、プリキュア増えるのかなっていう兆しがあります。なるほど、へえ、全貨持ちのプリキュアが、ね、ついにそこまで手広く全貨持ちになってなれる、ね、宇宙犯罪者です。でも怪盗がね、ほらヒーローやってたりするじゃないですか、割とね、そういうのがこの義賊でもあるしね、そう、義賊ですから、悪も悪役ってわけ、悪もんじゃないの、悪もんじゃない、そう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 、っていう感じでちょっとね、そうプリキュア増えんのかな、どうかなっていう感じの回でした。本当にプルーンスのあの切ない顔はちょっと気になるな、本当心に来るからちょっと一回見てみてください、ショックを受けるオタ、あんなにあんま顔変わんない生き物なのに、すげえ切ない、うん、青いやつ、青いね、そう、ぜひ見てください。先々週でした、はい、はい、というわけで、今週注目アニメの感想でした。チャンネル登録とコメントよろしくお願いします。